チドラゴンズ史上最低の助っ人外国人といえばやっぱりイリョンビュカ。日本一になった時のポストシーズンで活躍してくれたから最低ではない。ビョンは成人やぞ。ただちょっと野球が苦手だっただけや。誰にでも苦手なものはある。イビョンビュは1億か。低年俸ならまだマシだったかも。来日すらしなかった未来やな。最低の助っ人ってのは出場しないやつをどう扱うかで揉めるからな。まあそのあたり考えるなら舐めた真似したミラーとかでは。比較が難しいから出た上で成績が振るわなかったのと、そもそも試合にろくに出てないのはそれぞれ別で選ぶべきような。あと素行が悪い部門で3つにしてもええかもしれん。セサルは面白さではナンバーワン。この人エラーしまくってたよね。星の時代のリージョンボムってどんなイメージ？あの転がきだったから知らなかったが、韓国のイチローって言われてたのな。皮尻に支球当てられる前まではマジでイチローみたいだったけど、当てられてからは全部狂った。アキーノだろ。侍強化試合で打ったばっかりに誰もが勘違いしてしまった。ビョンって落合の頃だからわわ言われてただけで、最近の暗黒中日ならそんな文句言われないやろ。でもこれ今いたら不動の3番でしょ。ボールがね。まあビョンはイラついたが一応戦力にはなってるから史上最低ではない。多分アキーノも打線が強かった頃なら笑って許してもらえただろうに。